じゃあ皆さんこんにちは。9月突入しましたね。暑い。今日9月1日です。まだまだ暑さ続きますけれども、だいぶ夜とかね涼しくなったような気がしますけれども、皆さんも元気でしょうか。私今から婦人会行ってきたいと思います。この間7月に、婦人科に行きましてですね、2ヶ月ぶりかな、2ヶ月分の薬が処方されたので、はい、また行かなきゃいけないですね。診察予約って言われてるんで、また診断に乗んなきゃいけないんだけど、どんだけ診断に乗るんだよって話ですけどもね。今日は服装は T シャツにジーパンでございます。デカめの T シャツを着ていけば診察台に乗るときジーパンを脱いでもなんか変なおかしな格好にならずに済みますので、ジーパン入ってきました。暑い。じゃあ行ってきます。終わりました。今から処方箋ね行きたいと思います。なんかちょっと、ホルモン治療のやり方を少し変えることになりまして、ちょっとまた家帰ったら報告しますね。いた。はい、じゃあとりあえず帰ります。ごめんなさい、あの後めっちゃ疲れちゃって、またこれ後日撮ってます。皆さんもお疲れ様です。はい、というわけで、ホルモン治療、3ヶ月目に突入しましてですね、薬がなくなったんでこれね、あのナサミール点鼻薬もらいに行ってきました。はい、ちょっとこっから動画見る方に改めて、ご説明しますと、私は、筋腫、それから、子宮内膜症、それからチョコレート脳腫というものを、抱えています。で今治療中です。で、なんでこのホルモン点鼻薬、ホルモン治療、偽閉経療法をやることになったかと言いますと、筋腫はそんなに大きくはないんですけれども、位置が悪いということで、出血をめっちゃするんですね、大量に。ナプキンがとにかく足りないぐらい出血しますし、あと出血してる日数も、もう ほとんど月のほとんど、はい、出血していました。貧血の数値がですねめちゃくちゃ悪くてですね、もうギリギリだと言われまして、はい、この治療をすることになったんですけども、偽閉経療法っていうぐらいですから、偽の閉経をさせるわけですよ。ホルモン治療のね、このナサニール点鼻薬をやるとですよ、もうピタッと出血がびっくりするぐらい止まります。これを6ヶ月間やってですね、で6ヶ月お休みして、また6ヶ月やって、6ヶ月お休みしてみたいな感じで、ここ数年やってるんですけれども、現在も出血は止まってます。はい、すごいねホルモン療法ね。出血してる不快な感じ、ナプキンが漏れるとか、ナプキンがどうのとか、衣服がどうの、服装がねどうのとか、その辺の問題は全くないね、心配もなくなったんですけれども、この治療するとですね、めちゃくちゃ調子悪いんですよ、別の意味で。本当に何だろう、いわゆる、更年期の症状っていう風に先生は言ってましたけれども、とにかくほてり、のぼせ、
だるさから、もうとにかく眠い、それからやる気が失せる、なんかね、はい、もうその辺のもろもろの調子の悪さがめちゃくちゃ出ます。でも本当に出血が止まるんで、それだけがありがたい。ずっと1ヶ月以上出血しちゃうんで、どっち取るかって話ですね。もうね、貧血の数値のことを考えれば、もう本当にホルモン治療をやった方がいいんですけれども、これはこれでまたちょっと本当にしんどいんですよ、正直。はい、でもはい、頑張って、二性閉経治療してます。ついに私もですね、皆さん、なんだっけ、レルミナに変わります。うん、いよいよ。よくコメント皆さんレルミナレルミナって書かれてましたけど、いよいよ私もレルミナになります。はい、レルミナ女子です。はい笑い事じゃない。うん、ナザニール点鼻薬誰もいないでしょ。私が言ったわけじゃないんですよ、先生の方から。ちょっとこれね、なんかね、なかなか、なんだっけな、ジェネリックかなんかで何かあって、こう流通が悪くなってるんですって、このこれが。そうだから、それもあるしってことで、あともう一つは、どうやらこのレルミナっていうのとジェノゲストの相性がいいんだって。レルミナってそのジェノゲストがこう入りやすいような、こう吸収しやすいような状態に、子宮の中をしてくれるっていう働きをするらしい。ジェノゲストで飲み始めて私出血しちゃうんだけど、うまくいけば出血しないかもしれない。これちょっと期待です。またレルミナになったらね、どんな感じなのかとかって報告していきたいと思います。これ本当にみんなと同じレルミナになるんでね、さらになんかこう情報を共有できたらなと思います。はい、筋腫は、はい、私の子宮の大きさ 8.5 センチのうち、筋腫は 4.5 センチでした。はい、で、卵巣は 3.4×2.7 でした。卵巣 3.4×2.7 ってさ、その調べてみたらだいたい 2,3 センチなんだってね、うずらの卵ぐらいって、うん、そう考えれば私 3.4×2.7 ってまあまあ良くない？どうなんだろうね、うん、最近ね、卵巣のことはあんま言われないんですよ。どっちかっていうと、まあこれはがん化しやすいってことで、たまにね、定期的にがんの腫瘍マーカーはやってますけれども、筋腫のことで今もほんと持ちきりで、そればっかりです。閉経までなんとか逃していこうってことで、8.5 センチの子宮で 4.5 つは2分の1は占めてるってことだよね。まあまあでかいじゃんね。まあ引き続き、頑張ってホルモン治療やっていきたいと思います。皆さんは、どうでしょうか、その後いかがでしょうか。いろいろね、体の不調が実は別の場所にも現れておりまして、私ちょっと本当に今51歳、結構しんどいです。あっちこっちいろいろと、はい、まあ今はそういう時期なのかなと思って、頑張って耐えたいと思います。仕事もあるしね、皆さんもね、いろいろ大変だと思いますけれども、共に頑張ってまいりましょう。次回11月婦人科行ってきたいと思います。というわけで、この動画が、役に立ったなと思う方、ぜひとも、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。まだまだ暑さ続きますが、皆さん気をつけて、体に気をつけて頑張って乗り越えてまいりましょう。というわけで、またねー。